水木村、女郎石さん。昔の伊勢街道の出会った水木村の伊勢寺には、女郎石弁財天という神様があります。この神様にまつわる、豊姫というお姫様のお話です。三杉村伊勢寺の大阪というところにな、女郎石弁財天というて、ちょっと変わった呼び名の神さんが祀られておいなさるんやに。この神さんはな、時の帝のお気に入りやった、豊姫という姫さんを祀ってあるんやに。それは、建武の中古の頃というから、今から600年余りも昔のことになるんさ。その頃、都で戦が起こってな。豊姫、竹姫という二人の姫さんが、難を逃れるため、虎五郎、バニ五郎という二人のトネリをお供に、北畠という伊勢の国師様を頼って追いなしたんやて。ところが、せっかく遠いところを追いなしたのに、国師様のところへ行く途中の海沙賀峠は、もう敵の手が回っておったんやて。仕方なしに姫さんたちは、大阪に住むことにしなしたんやそうな。しかし、悪いことは重なるものやな。それから、まなしに流行った疫病にかかり、お供の虎五郎とワニ五郎が相次いで死んでしもた。幸い、姫さんたちは二人とも助かりなしたのやった。ここに住まい出した最初の頃は、都から追いなしたらしいが、あれは訳ありやに。そやな、下手に関わらん方がええに。と、爪通しとった里の門も、頑丈なワニゴロたちが死んで、姫さんたちが助かったことに、よう助かりなしたもんや。都の人やでわしらとは違うんやに。そして、きっと不思議な霊言を持って追いなさるんかもしれんな、と言い合った。やがて、竹姫さんは、峠を一つ越えたところの追いがのに行ってしまわれ、いよいよ一人ぼっちになってしもた豊姫さんは、虎五郎たちの墓に参り、菩提を弔う毎日を過ごして追いなした。そんなある日、墓に参った帰り道、不思議な形をした石を見つけなしたんやて。豊姫さんは、それに手慣れ石と名付け、毎日この石と遊んで、寂しさを紛らわして追いなしたが、気の毒なことに、それから間もなく死んでしまわれた。亡くなるとき、手慣れ石のそばに葬ってください。そう言って遺言しなしたそうだ。里の人たちは、約束した通り、豊姫さんを手慣れ石のそばに葬って差し上げた。するとそこから大きな女郎雲が這い出してきて、手慣れ石の下に入っていったんやて。なんと豊姫さんが女郎雲になりました。里人たちは固唾を飲んでそう言い合った。やがて時が経つにつれ、なあ、豊姫さんは弁財天のように綺麗やったな。それに、不思議な霊言を持って追いなしたがな。みんな、
豊姫さんが押し飲んで、そう言い合うようになっておった。そして、誰からともなし、女郎雲と寺入寺、そして弁財天等を合わせ、女郎石弁財天として、大阪の守り神様になっていただいたらどや、ということになって、社を建てて、お祭りしたのやった。それからというもの、女郎石さん、女郎石さん、と親しんで、朝な、夕なにあがめてきなした。そのご利益をやるまいか。それ以来、ここ、大阪の女の人らは、女が患う病には、かからんそうやに。それに、願い事をよう聞いてくださるんやて。叶えてもろたら、土の団子を七つこしらえて、お礼参りしなさるそうだ。大阪では、今が今でも、女郎石さんを大切にお祭りして追いなさって、4月7日の春祭りには、極待ちしなさる。その後、神前に備えた谷市の山椒味噌和えをご馳走に、賑やかに酒を酌み交わしなさる。大阪の人たちは、みんな仲がええんやと。これも女郎石さん。